sunset of it all. We had a lot to live, we gave it all. Through the consequence of the wine, another place and time.皆様こんにちは。本日はお暑い中、ビーチボーイズ記者会見にようこそお越しいただきました。私は本日の司会を務めさせていただきますラジオパーソナリティの柴田あずさです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今年キャピタルレコードデビュー50周年となるビーチボーイズは、ブライアン・ウィルソン率いるオリジナルメンバーが再結成し、実に精力的に活動をしています。まずは今年2月、第54回グラミー賞に出演し、グッドバイブレーションで変わりない完璧なハーモニーを聴かせてくれました。会場にいるすべてのアーティストたちからのスタンディングオベーションがありましたね。この中でもご覧になられた方多いのではないでしょうか。そして彼らは4月末からワールドツアーをスタートいたしました。現時点での公演回数は70以上あり、すでに50公演を終了しています。世界中が彼らの美しいハーモニーの健在さに改めて絶賛の声を上げています。そして夏真っ盛りの8月、あさって16日にいよいよ日本公演がスタートいたします。ようやく私たちが間近で彼らの歌声に酔いしれることができるんですね。ブライアンと共に行われる来日公演は、1979年に行われたジャパンジャム以来、実に33年ぶりです。初めて彼らの歌声に触れるファン、そして79年の公演をすでに見られたという往年のファンの方々、さまざまなファンの方々が待ち望みながらも叶わないのではないかと思っていた彼らのコンサートが、実現することになったんです。音楽制作の面でも彼らは精力的で、このツアー中に最新アルバムを発表いたしました。ブライアン・ウィルソンプロデュースのゴッド・メイド・ザ・ラジオ、神の作りしラジオは6月4日に世界同時発売されるや否や、ビルボード誌のアルバムチャート部門で彼らにとっては最高の3位でチャートデビューを飾りました。オリジナルスタジオアルバムとしては23年ぶり。他界してしまったカール・デニスの不在を感じさせない5人の詩情豊かなコーラス。歌の題材は夏、海、サーフィン、車、そして西海岸の女の子たちといったビーチボーイズの色褪せない世界が表現されている名盤と絶賛されています。例を挙げるならば、ローリングストーン誌は最新デビューでこのアルバムを爽やかでノスタルジックなトリップ、深く心に触れる作品と評し、ピープル誌は複雑に重ねられたうっとりするようなハーモニーと絶賛しています。また先週発表となりました新たなベストマンも9月26日日本でのリリースが決まりました。ビーチボーイズ50周年記念、偉大なる50年グレイテストヒッツデラックスエディションと題された2枚組 CD は、カリフォルニアガールズ、グッドバイブレーション、サーフィン USA、 素敵じゃないか、神の溝知る、ココモ、そして彼らの最新シングル「ゴッド・メイド・ザ・ラジオ」「神が作りしラジオ」まで、彼らの代表極めつけの50曲、日本版は51曲が収められています。詳細は受付でお渡しいたしました資料の方をご覧ください。今年のビーチボーイズは本当に目まぐるしく活躍しております。改めて彼らの音楽に酔いしれる素敵な一年となりそうです。さて、私の説明はこのあたりにいたしまして、ビーチボーイズの皆さんをお呼びいたしましょう。日本でこのオリジナルメンバー全員揃っての記者会見は
初めてとなります。それではビーチボーイズの皆さんです。大きな拍手でお迎えください。ブルース・ジョンストン、マイク・ラブ、ブライアン・ウィルソン、アル・ジャーディン、デイビッド・マークス、さて最初にメンバーのフォトセッションを行いたいと思います。スチル撮影の方お願いいたします。いろいろメンバーの位置があるようですが、Okay, would you like to be in the center? Center, a little bit, guys. To your left? もう少し笑ってということで もう一枚、one more. Okay. はい。はい、それではスチールカメラマンの方々、そろそろ終わりにしたいと思いますので、どうぞ腰を低くしてお座りになってくださいませ。はい、続きましては TV クルー、Would you smile to the TV camera? So in the back? Are there cameras in the back?はい、もう少し wave to the TV cameras please。 遠くて見えないとおっしゃってますけれどもね。カメラの方いかがでしょうか。はい、カメラの方いかがでしょうか。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。それでは、しばしテーブルセッティングをしますのでしばらくお待ちくださいませ。今、パネルメンバーの後ろにありますパネル、中心にご覧くださいませ。彼らが今年6月にリリースしたばかりの最新作「ゴッド・メイド・ザ・ラジオ」、神の作りしラジオのジャケット写真が飾ってあります。正面向かいまして一番左側に弧を描くように彼らのデビューアルバムサーフィンサファリ、その下に2作目のサーフィン USA と続いています。ゴッドメイドザラジオのジャケット写真すぐ左横にはビーチボーイズファンの間でも人気の高い65年のトゥデイなどがあります。その下にはサマーデイズ、そして一つ飛ばしてペットサウンズなどがありますね。一番右側の下には長年封印された伝説の未発表アルバムとされ幻の名盤と言われた去年ついにリリースされたスマイルまで彼らの音楽の歴史がわかる全部で27作品が飾られております。ではここからの写真撮影のフラッシュはご遠慮いただきますようによろしくお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい、ここからの撮影フラッシュご遠慮いただきますよろしくお願いします。はい、お席からの撮影もご遠慮いただきますよよろしくお願いします。スチール撮影の場合はサイドの方に、お席を移してください。
席からの撮影ご遠慮くださいませ。はい、メンバーの皆様席に着かれたようです。で、改めまして皆さんこんにちは。いよいよ記者会見を始めたいと思います。本日の通訳は丸山京子さんです。よろしくお願いいたします。Welcome to Japan. We're delighted that you're here with us and we appreciate your time for being with us today. 今年はデビュー50周年です。その50周年にふさわしくとても精力的に活動されていますが、これは50周年を意識して何年か前から考えられていたことですか？それとも誰ともなく自然にこのような形になったんでしょうか？Okay, so this year marks the 50th anniversary year for the Beach Boys, and you are very active this year and productive, you know, releasing the album, touring all over the world. Is this something that you've been like planning for years, or did it just naturally happen to be that way? This is actually a question to Mike. Oh, yeah. We weren't talking about doing a 50th anniversary for years, but for the last year or two,We've been contemplating it because 50 years as a group, together, making music, it's pretty remarkable achievement, you know. Many groups have come and gone, and we're fortunate enough to have our music well-liked, if not loved, by many people in many countries all over the world. We just got back from Europe, and the audience responses were fantastic.Was incredible. And so we're very blessed as individuals and as a group to have what we have done historically appreciated today, apparently as much as it ever was. So it just made a lot of sense for us to get together, to celebrate together the 50th anniversary of the Beach Boys. Mm.まあ、この50周年に向かってもう何年も前から計画していたってことではないんですけれども、ここ 1,2 年の間やはりグループとして何かをしたいっていうような話はしていました。というのはやはり、まあ、一つのグループが音楽を作り続けて50年というのは大変に素晴らしい業績だと思うので、まあ、多くのグループがこう解散していていなくなってしまう中で、それだけ自分たちが残ってこられた、そして音楽が世界中の国の皆さんに愛していただけた、そのことを考えると何かがしたかった。で、今もちょうどこう日本の前ヨーロッパをツアーしてきたんですけれども、ヨーロッパの各国で素晴らしいそのツアーに対する反応を皆さんからいただけた、個人としてもそしてこのビーチボーイズというグループとしても今も昔もビーチボーイズの音楽が愛されている、そのことを考えると何かをするっていうのがすごく自然なことのように思えたんですね。はい、まずはこのオリジナルメンバーで同じステージに立ったその思いというのはどのようなものでしたか？ Okay, this is a question now to Al. What was the feeling like when this lineup, the original lineup, first like went up on stage to perform this time around? What was the feeling like?It was like 1965 all over again, right, Dave? Yeah. Yeah, yeah, it was good. We picked up pretty much where we left off. We know the harmonies pretty well by now. We should. it's an amazing experience to not only do the early music, but also to have new music to offer to the people, because it's...It's something that's, the creative impulse is still there. Mm. The creative impulse is still there, and the voices are still there. So it sounds good. In fact, it sounds even better live, I think, the new music, when we do it, than it does, well, it sounds fine. It's good on the album, but it sounds even better on stage. I see. 本当に1965年にまた戻ったような感覚だったような、デイビッドと、隣のデイビッドに言ってましたが、本当にその時から何も変わってないような、ハーモニーもその当時のままだし、それ以上のものだし、そうあるべきだと思うし、素晴らしい経験だったと。で、初期の頃の曲はもちろんですけれども、今回のこの新作の曲を皆さんにお届けできるっていうことがやっぱり自分たちとしてはすごく嬉しい。まだ自分たちの中にこうある創造的なこうクリエイティブなこう衝動みたいなものっていうのがあるっていうのが感じられるので、レコードを CD でももちろん素晴らしい出来なんですけれども、ライブで演奏するとそれがもうさらに、いいものになっているというふうに自分たちで感じてました。はい、楽しみですね、ライブの方が。さて、久しぶりの日本ということで、
日本の方はいかがでしょうか。It's been a while since you've been to Japan, but how does it feel to be back? Each one of you, starting from each one of you. We're still a group after 50 years, and so we've had 50 years practice. So that makes us 50 years good, you know. And I'm proud to say that I'm thrilled to death to be able to sing with some great, great singers that they are. And I'm sure they like me too, but you know, it's an event to do a concert. People in the audience, we put our stuff out, and they send back complete, trustworthy love for the ones on stage. まずブライアンから50年経ってもね、こうやって来れたことってのは本当に嬉しいよと、50年分のリハを自分たちしてきたから50年分上手くなってるはずだしと、でこの素晴らしい、シンガーたち、メンバーのこと言ってますが、シンガーたちと一緒に歌えて嬉しいし、彼らも僕のこと多分嫌いじゃないっていうふうに思うからと、で自分にとってやっぱりコンサートっていうのはイベントなんですね、自分たちの全てをこうお客様に出す、それとお客さんからも返ってくるものがある、そういうものを感じられるからライブって大好きなんだ。はい、ありがとうございます。Anybody else? Impression of Japan? To be back? It's been a while since I've been here. Maybe 12 or 14 years, I forget. But first time in Tokyo, and I'm very thrilled, and I can't wait to be a tourist and a sightseer. デビッドさんにとっては日本本当に12、3、4年ぶりかなと。東京は初めてなので、ライブももちろんですけれども、東京のいろんなところを見て、ツーリストに観光客になるのを楽しみにしているよということです。I think we all want to eat natto. Natto. みんな納豆を食べるのを楽しみにしているそうです。どうなんでしょうね、納豆。Really? どう思うんでしょうかね。はい。それでは、日本公演をとても楽しみにしているファンの皆様、そして会場にいる皆様も当然同じだと思いますが、久しぶりに日本でプレーする気持ちというのはいかがでしょうか、ブライアン。So you're feeling, Brian, towards Japanese fans in particular to be playing for them. How do you feel? Is this something that you feel very, very special? Well, I don't know if they can understand the lyrics. Do they understand the English lyrics? I'm sure.The whole audience knows the lyrics? Famous. It's been translated. Bruce, can you take over for a second? We just said. Well, I'll say something about being in the Beach Boys. I was trying to make a mark in music when I was a really young guy, and somehow I was lucky enough to float into the Beach Boys at a really early age with a lot more masterpieces in Brian's mind and incredible lyrics from Mike. So I've kind of gone to the University of Beach Boys as far as learning about writing songs, singing harmonies, and a few dance steps, but I'm not doing very well. I failed that, but I'm honored to be in Japan. Great to see you here this afternoon, and you make me feel...Like I'm really part of something that's really important. So thank you for coming. ブルースからなんですけれども、自分はすごく若い時にその音楽を作りたいという気持ちを持って、でこのビーチボーイズというね素晴らしいグループに参加することができて、ブライアンの頭の中にある素晴らしいマスターピース、そしてマイクラブの各素晴らしい歌詞、なんかそういうものをこう自分たちでやりながら。ビーチボーイズっていう大学でなんかいろんなことを学ばせていただいたっていうそんな気持ちなんだと、曲作りのこともハーモニーのこともそしてまあちょっとだけですけどダンスステップもこのビーチボーイズから学んだよと、なので、それから50年経ってこうやって日本に来られていることは大変に光栄ですし、今日こうやってこのように皆さんが大変にね大勢集まってくださったってことも大変に光栄です、何かすごく自分がすごいものの一部一人なんだなっていう気持ちに今させられております。はい、オリジナルメンバー揃っての公演は33年ぶりです。33年前の公演、何か思い出などある方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います。 It's been 33 years since you performed in Japan as original members. Is there any special moment that you remember? Anybody?
from 33 years ago? I remember we were playing in, I think it was at Sapporo. Could it have been Sapporo? Anyway, it was very cold. Yokohama. Was it Yokohama? Yokohama indoors. Okay. With overcoats on. Yeah, it was very cold. In fact, they had heaters on the stage because it was so cold, and it was hard for some of the guys to play guitar. Mm-hmm. So that stood out. And I also, coming to Japan the first time in the 60s, I wanted to be completely Japanese style. So I've got the shoji doors and the tatami mats, and I ordered a Japanese breakfast, and the breakfast looked back at me. The fish. So, it was quite an experience. I've always liked different cultures and languages, and I think we all do. We all enjoy the fact of being able to do our music, and our music has brought us to different parts of the world we would never have been to. And so, Japan is such a unique place, unique culture. I know about half a dozen Japanese words because I went to school with some Nisei kids in Los Angeles at my high school, and so that was an education, learning to count, ichi ni san si go ro, and different words like otomodachi, friend, and so Japan has been an influence in our lives even before we got here. Do you remember the movie company that we dressed up in our Toho samurai Studios. Outfits. Toho Studios. Was in Kyoto or Osaka. In dressed Kyoto. Up as samurai. Yeah, it was amazing. Okay. Yeah, did the whole thing, and I don't know why exactly. I guess EMI must have put us up to it. EMI, Toshiba. But they, we did the whole thing and took pictures, photographs of all of us in our samurai, in our hair. On the back of Pet Sounds. It's on the back cover of Pet Sounds. You're right. And interesting position of pictures and music. But it certainly was a great experience in 1966. And I also remember the yen that was considerably more affordable in those days. I think now it's probably 10 times more expensive to buy a yen, but we love it here, and it's just how it is. We're happy to be here, and hopefully we don't have to become samurai too soon anymore. But more like sumo. We'll be singing this time. I thought of one thing. Okay, Bruce. When we were on that tour in 1966 in January, a guy came over and he wanted to demonstrate a car. And it was made by Honda. It was so cool because we were all driving Honda motorcycles. Yeah. And we didn't realize over here that, they would deliver groceries and milk on the three-wheeled Hondas. It was a Honda car. And it was kind of the same as a little Austin Sprite. And it was a convertible in February, of course. And he drove me around in it. And it drove great. But the thing that was really cool at the end, he said, "Mr. Johnston, look." He pulled this cover off, and it was chain-driven. Yeah. I'll never forget that. The first Honda chain-driven. I thought it was so cool. Okay. まずマイクさんが覚えているのは、とにかくすごく寒かったと。で、ステージの上になんかヒーターを置いて、そうじゃないと手がかじかんでしまってギターが弾けなかったんで、ヒーターが置いてあったことが覚えているなと。で、まあ、60年代日本に来た時、初めて来た時には自分日本人になりたかったので、まあホテルだと思うんですけれども、まあ、そういった障子とか畳がある部屋 で朝も和食の、まあ、朝食をオーダーして、そしたら朝食が僕の方を見てたんだと、つまり多分魚のことを言ってるんだと思うんですけれども、まあ、すごくびっくりしたなんていうふうには記憶がしていると。ただいろんな、まあ、日本に限らずいろんな国、やっぱりビーチボーイズのおかげでそれまで行ったこともないような国を訪れることができたので、その国の文化
化であるとか言葉っていうのをいつも自分は本当にこう感謝してそれをこう知るようにしてますし、実は日本っていうのは自分が高校生の時に通ってた高校に割とこうロサンゼルスだったので日系2世の日本人の子たちがいたので彼らと触れることでさっきも言ってたようにものを数える 1,2,3 とかお友達っていう言葉とかはね実は知っていたんだよと。で、アルさんからも東方スタジオに行かされたよねと、東芝 EMI 時代だったんだと思うんですが、その時に、みんなで侍の格好をしてで写真撮影を、してそれペットサウンズの裏ジャケットに確か使われてる写真だよねと。で、まあ、1966年当時なのでまだ今より円が高かった、まあ円安ではなかったので自分たちはその頃は大変だったので今の方が物を買うのはだいぶ楽にはなったんだけれども、そして侍の格好をさせられることももう今はないだろうと、今回はツアーをできるだろうと、いやもしかしたら相撲の格好をさせられるかもなみたいなことを言ってました。あとはその66年にブルースさんが言ってたのはホンダの自分たちバイクが好きで乗ってたんだけれども日本に来てどなたからかそのホンダの車を見せられて、寒かったんだけどコンバーチブルだったのはよく覚えてると。で、それをこう乗り回して素晴らしい自分たちすごい興奮して、そしたらその、まあ、屋根を取ったところチェーンでそいつはチェーンドリブンカーズ you mean Like a bicycle. 実はそれ、自転車みたいにチェーン仕立てだったらしいですそれでみんなで驚いたことを覚えていると。はい、ありがとうございます。もうたくさんの思い出がね、歴史があるだけにも皆さんおありになると思いますけれども、さて、次はですね今年23年ぶりのスタジオアルバム God Made the Radio に関していくつかお伺いしたいと思います。今回のアルバム、ビーチボーイズにとってはどういう意味を持っているんでしょうか。 Now we would like to ask you about your latest album Got Made, That's Why Got Made the Radio. This question to David: What do you think this album means to the Beach Boys? What is the significance of this album to you, do you think? Well, first of all, the new album proves that the Beach Boys can still sing, and it's also a nostalgic kind of an album. It reminds us of past years. Listening back to it in the studio is very reminiscent of the 60s when we were doing new music. The fans seem to like it. We get great responses in our live appearances when we do the new songs from the album.あのデイビッドさんからの答えなんですけど、今回のこのニューアルバムまだ自分たちが歌えるよっていうことを証明できたんじゃないかなと、まあ、ちょっとノスタルジックなもちろんね意味合いというものもあのスタジオに実際に入って作っている時にまるで60年代をこう思い返させるような瞬間なんかもあったと。で、今回のアルバムファンの皆さんからも本当におかげさまで好評で、ライブでやっても大変に新曲をやるとみんなの受けがいいっていうところがあるのでそんなアルバムだと思います。はい、ありがとうございます。で今回のアルバム制作で印象深いことは出来事何かありましたか。 Okay, this is a question to Bruce. What were some of the memorable like, things that had happened during the recording of this new album? Mike, I'd like you to... Bruce. Okay, yes, Bruce, go, go. I honestly think my favorite part didn't happen during the album. Because they sprung a surprise on us. A year ago, May, we went in and we re-recorded Do It Again, just to kind of do it. And then Brian had beautiful sketches and notes of musical ideas without words. And we weren't planning on doing what we did, but we sang all these really gorgeous oohs and ahs. And they got stuck all together, and it sounds great. And it's the first track in the album. That's my favorite part of the album. You mean Do It Again? No, Do It Again didn't go in the album. Oh, okay. During that session, we sang the oohs and the ahs. The intro. Yeah, like an intro piece without, it's not a song. It's absolutely gorgeous. My favorite part of the album. I see. あの、アルバムの実際の制作に入る前、Do It Again をやってる時のセッションで、実はあの、まあ、アルバムの一番最初に入ってるイントロ曲、あれをやったんですね。から、もともとブライアンが書いていた、ちょっといろんなアイディアに、自分たちでボーカルを乗せて、でそれで出来上がったのが今回のアルバムの、まあ、1曲目に入ってるイントロの曲なんだと。あれの時の、あのすごくいい素敵な気持ちっていうのがとって
ても印象的だ。はい、ありがとうございます。では今後のビーチボーイズはどうなっていくんでしょうか。ブライアンさんとマイクさんにお願いします。 So question to Brian and Mike, what will be the future for the Beach Boys? What's next? Well, we don't know about the future. All we have is right now. The future is sort of now instead of like 10 years from now. And I think if we get lucky, we just might make another album, maybe rock and roll, maybe not. But, mm-hmm. you know, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. I think there's this tour and this album project proves that, first of all, we can sound good when we get together, and we can recreate the songs that we're known for very well, to the point where audiences all over the world so far have really responded beautifully. But also that we can have fun singing new songs and listening to them in the studio and being very impressed with how it reminds us of 1965 again. And so that gives us the idea that if time can be found to where we can get together musically and do songs that we enjoy, whether we make them up or we choose other songs that we've always had good success with other people's songs, that, you know, we call them covers. Right. But so we've talked a little bit about that. Brian and I have had conversations about doing songs. He'll come up with an arrangement idea and say, I've got a great idea for this song. And we've been so busy touring lately that we haven't gotten to that. But it seems to me like we could do and probably should do, you know, because, you know, everybody's getting along very well and enjoying traveling around the world and enjoying every part of this, actually. I see. ブライアンからは将来、未来のことは分からないよと。分かるのは今だけだと。まあ、今も10年前からすれば今が将来なんだろうけれども、だから分かることは今のことだけだと。もし自分たちが運が良ければ、もしかしたらもう一枚アルバムができるかもねと。ロックンロールになるかどうか分からないけどということです。で、マイクさんからも、ツアーとこうして、アルバムとツアー、やってみて、自分たちがこのメンバーがまた再び一緒になるとね、何かいいものが生まれるということが証明されていると思うと。それは皆さんがもうすでにこう愛してくださっている、世界中で愛してもらっている古い曲だけでなくて、新しい曲をやることにすごい自分たちもこう喜びというか楽しさを感じているので、スタジオに入って自分たちで作った曲を聴き返したときに、また1965年が本当に戻ってきたような気がしたと。ですから、今とてもツアーで忙しい日々なので、時間が見つけられれば、何かやるということは可能だし、実はマイクさんとブライアンさんとで、まあ、話はもうしているんだと。自分たちの曲を書くというのもあるけれども、人の曲を書く歌うっていうのも自分たち得意としていることなので、まあ、カバーと俗に言われるけれども、ブライアンがアレンジをして何かをやるってこともできるし、するべきなのかもねと。なぜならそれぐらい今すごく自分たちの間柄ってのはうまくいっているんだと。ツアーすることも、世界中を回ることも楽しんでいるので、今やるべきなのかもねということです。はい、ありがとうございました。ではそれ以外にもいくつか、会場にいらっしゃる方からの、ご質問を受けたいと思います。質問のある方はどうぞ手を挙げになってください。スタッフの方がマイクをお持ちいたします。では、前列の、方よろしくお願いします。J-WAVE という FM ラジオ局で番組制作をしています、ディレクターの坂本と申します。よろしくお願いします。He's from a radio station called J-Wave. His name is Sakamoto. J-Wave, yeah. J-Wave. ロハスサンデーという地球環境をテーマにした番組を担当しているんですけれども、ナビゲーターは松原ひろみという女性が担当しています。He actually has a program called ロハスサンデー、and the DJ's name is ヒロミ松原、and it's a very earth-conscious program. で、彼女は、サーフライダーファウンデーションの日本支部、サーフライダーファウンデーションジャパンの事務局長
担当しています。Actually, he told me that DJ is the head of the Surf Rider Foundation Japan. Oh, very good. Interesting. 今日は残念ながら出席できないんですけれども、質問を預かってきたので、代わりに質問させていただきます。So this is a question on behalf of her. She's not here, unfortunately, but... And the question is...ビーチボーイズの皆さんは実はそのサーフライダーファウンデーションの母体の方の設立に関わってらっしゃるというふうに聞いているんですけれども、これどういった経緯で関わられたのか、そして今でもサーフライダーファウンデーションを応援してくださっているということなんですけれども、それはどんな思いからなんでしょうか。 So we understand you are the founding, actually one of the founding members of the Surf Riders Foundation. So how did that come about? And with what kind of thoughts do you support this activities? Actually, Bruce Johnston was the first person to get involved with the Surf Rider Foundation. He is a surfer, and the Surf Rider Foundation is a very important group that tries to keep the water environment safe and clean and undisturbed, as you No, but Bruce actually turned me on to made me aware of the Surf Rider Foundation's activities, and we've actually done some fundraising for them and promoted them when and where we can in interviews and sometimes occasionally in concerts. Mm-hmm.もともとはブルース・ジョンストンさんが、彼自身サーファーなので、このサーフライダーファウンデーションに、実は、自分自身がサーファーをしている関係から海水の、汚染とかそういうものに大変に興味があり、それを守ろうというこの基金に共鳴して、で、マイクに声をかけて、関わるようになったんだと。I'd like to mention that Alan Jardine has a song called Don't Fight the Sea that we've all sung on. Don't Fight the Sea, it's very much related to the concept of the Surf Rider Foundation. Surf Rider Foundation has a specific goal in mind, but in general about the environment and the earth and the water, we're all in favor of promoting...causes that in favor of keeping the world a livable place. で、ちょっと話が前後しますけれども、アルジャーディンさんの、アルバムの中にある Don't Fight the Sea という曲、ほとんど全員で歌ってるんですけれども、この曲はそのサーフライダーファンデーションとすごく実は関わりがあるというか、サーフライダーファンデーションの場合はもう少しこう、明確な、目的があっての基金ですけれども、一般的にその地球環境、私たち人間が生きていく地球を生きやすい場所にするっていう大きな目的がありますので、その部分で自分たちは大変に共鳴している。なので、ことあるごとに、インタビューとかでも、その活動を、主張したりとか、また、コンサートでも、そのことを、話したりという形で自分たちは活動に参加しています。はい、ありがとうございます。先ほどマイクさんがおっしゃいました Don't Fight the Sea は東日本大震災のチャリティーソングとして我々に送られましたね。さあ、続きましての質問いってみましょう。ではその女性の方、よろしくお願いします。 NHK の記者で本田と言います。よろしくお願いします。 Next question is from Ms. Honda. She's from NHK. 今も出ました去年の東日本大震災の後にですね、皆さんがチャリティーでシングルをリリースしてくださいましたけれども、そちらにかけた復興への思いとかですね、チャリティーでのこの発売に取り組まれた思いっていうのを伺いたいのと、また日本の被災地の方に元気づけるようなメッセージをいただけたらと思います。Well, Don't Fight the Sea, actually, you made it a charity single for the victims of the earthquake we had last year. And we would like to know what made you want to do that, and also if you could give those people who had suffered from the tsunami and earthquake some word of encouragement.Oh, yeah. I played in my own personal band, the Endless Summer Band. I played here in February of 2011 at the theater here in Tokyo, in Osaka. And shortly thereafter, the earthquake
tsunami Fukushima event occurred. And I was very moved by that because I had met some very nice people, very beautiful people here in Japan. And so I was moved to do something. And so I my label, dare I mention the label, I suppose I'll say the Universal Company, agreed to produce several thousand vinyl singles of Don't Fight the Sea, and to make those available to the public in the United States to purchase, and then they collected the money and remitted the money to the Japanese Red Cross, cost free, no cost to anyone, so it was 100% available to the Red Cross for relief, tsunami relief. And so that was a very nice, you know, thing for Universal to do, and that's what happened. I see. あの2011年の2月に実は、まあ、アルジャーディンさん日本でコンサートを行ってまして、まあ、東京大阪回りまして、でその直後に、まあ、その東日本大震災、そしてその福島の出来事が起きた。ですから日本であった素晴らしいこの日本の方たちのことを思った時に何か自分もしたいと、ほんの1ヶ月 での話だったので、で、まあ、そのここでレベルの名前を言ってしまうのはどうだろうかと言いつつも、まあ、ちょっと言わせていただくと、まあ、ユニバーサルの方に行って、まあ、彼の方の、レベルに話をして数千枚だけれども、シングルを作って、それを全額日本赤十字売上を寄付するという形でやらせていただいたんだと、まあ、それができたことは大変に、まあ、レーベルにも感謝しているし、そういう経緯で行ったことです。ありがとうございました。では続いての質問いってみたいと思います。はい、What messages would you like to send to the people there? Or the, yeah. Well, I think the message would be to that life is precious, life goes on, and to think positive, good vibrations for the people that are affected by the all of the events that occurred there, and they will recover. Mm-hmm. They will be. There is a future, I think that it's life. Life must go on, mm-hmm. you know, and hopefully music can be an uplifting feature of that life, and hopefully someday we can play there. You know. あの人生というのは本当に尊いものだと思うし、続いていくものだと思うので、ぜひ、ポジティブに考えてくださいと、グッドバイブレーションで、生きてくださいと、絶対に、復興はできますし、未来もあるというふうに思いますので、まあ、人生を続けていくこと、それを助ける上に音楽がきっと、何か力になるのではないかというふうに思います。いずれできたら自分たちも、そういった被災地で何か演奏ができたらいいなというふうに思ってます。はい、どうもありがとうございました。では続いての質問どうぞ。青いブルーの、ごめんなさい。あ、すいません、音楽評論家の萩原健太です。9月に出るベストアルバムのこともちょっと聞きたいんですが、今回の選曲に関してはそのメンバーの方関わってらっしゃるんでしょうか。もし関わってらっしゃるとしたら何かその選曲に関してコンセプトがあったのかどうか。あとこれ一つちょっと関係ないんですがマイクさんに伺いたいんですが、甥御さんにあたるケビン・ラブが非常にロンドンオリンピックの、バスケットボールのドリームチームで活躍なさってましたけども、ご覧になって、いましたでしょうか。 Okay, his name is Kenta. He's a music journalist. There will be a new compilation best of album coming up in September. He was wondering if all of you were involved in the selecting of the songs. Yeah, we all have input into the selection. You know, there are many songs to choose from, and we try to be representative of various
you know, people's contribution, both vocally and in terms of songwriting as well. So yeah, there is collective input. Yeah. Mm-hmm. And also the record company has a lot of say so as well, because they're the ones that need to feel good about promoting it. 自分たちの、選曲、自分たちも選曲に関わりました。気を使ったのは、いっぱいとにかく曲がある。その中からそれぞれの、貢献した部分、例えばボーカルの部分であるとか曲作りの部分とか、それが本当に平等にみんなこう、含まれるようにということを考えたよと。あともちろんレコード会社の意見は大きいよと。出してくれるのはレコード会社だからねと言っております。 And also Mike, you're actually nephew、played for a dream team, right? I heard him say Olympics. Yes. tell us about, I mean, have you been watching the game? Of course you have, right? Yeah, in fact, we were in Barcelona at the same time the U.S. Olympic team, they played against Spain and beat them in Barcelona. And Spain and the U.S. were the final two going for the gold medal, so... Yeah, we got a chance to see my nephew, Kevin Love, with the Minnesota Timberwolves. We saw him twice in Barcelona, and unfortunately we weren't able to go to the Olympics because we had to be in other places in the world. So, we certainly are very proud to and happy for him that he's achieved such a fantastic status in the world of basketball. Mm. And I used to be the famous one in my family, but not anymore. It's now my 23-year-old nephew. Yeah. People ask me for his autograph. はい、バルセロナでちょうどライブだったので、ちょうどアメリカ対スペインの試合をね、見てましたと。で、本当に自慢の甥っ子で今ミネソタでプレーしてるんですけれども、もともとは昔だったら自分が、ラブ家の一番の有名人だったのが、今や23歳の甥っ子のケビン、彼にそのお株を取られてしまって、今やみんなからケビンのサインもらえると言われるようになったと。We have time for one more question. では最後の質問です。はい、よろしくお願いします。メガネの方はグレーのシャツを着ていらっしゃいます。前から4番目の方ですね。お願いします。フリーライターの島田と申します。今回のツアー、将来的に音源化、映像化される予定はあるのか、もしコンファームしているのであれば、今話せる相手ないか教えていただけたらなと思います。His name is Mr. Shimada. He's a music journalist. He wants to know if you're actually filming or recording this tour and releasing it in the future. Yes, there's a lot of filming going on, mm-hmm. on many of our shows, both in Europe and Japan. And there's some documentary footage being filmed, as well as performance footage, you know. So yeah, there's going to be quite a bit of product available. Do you know when it will come out? Not exactly. I'm not entirely sure. Mm. But I think in the U.S. anyway, there'll be some things coming out on PBS, and there'll be a DVD available. Oh, so, I see. But we're not exactly sure when it's going to be released. 今回のツアー、日本もそうですけれども、撮影もしていますし、もちろん音も録音しているので、何らかの形でドキュメンタリーというのが出るんではないかなと、まだ 100% 確約はないんですけれども、少なくともアメリカでは PBS で、それが放映されるので、DVD 化されるということがあるんではないかというふうに言っております。楽しみですね。このあたりで質疑応答を終わりにしようと思います。最後に日本のファンに向けてメッセージをいただけますでしょうか。ブライアンさん、お願いします。Okay, Brian, this is the last actually question. Not question really, but what kind of message would you like to give to Japanese fans? Well, there's a lot of messages. I of course, love comes from my mind, a message of love that we do with our harmonies. And Bruce's ability at creating music and his vibes reach the audience and they appreciate where he's coming from. And all the guys have, like Mike Love said, the sum is greater than the parts. What is it? The whole. The
greater than the sum of its parts. Right, and that's all five of us, so we can share that very well. あのメッセージたくさんあるよと。とにかくそれぞれのメンバーが、いろいろなものを持ち込んでこのビーチボーイズなんだと。マイクもそうだし、ブルースもそうでしょうか、のメンバーもそうだと。で、マイクなんて言ったっけ、君よく言ってたよねと言って、一人じゃなくて全員が1たす1たす1は、まあ、それ以上になるっていうような意味なんですけれども、一人よりも一人は、全体の方が優れている。だから自分たちこの全員で素晴らしいんだっていうふうに思ってるよと。はい、今日は本当に貴重なお時間をいただきまして、どうもありがとうございました。あさっての声が本当に楽しみですね。皆様、ビーチボーイズの皆さんに改めて盛大なる拍手をお送りしてください。どうもありがとうございました。 Thank you very much for sharing your time. Thank you. And the music's been in our head. Can't forget the David Marks さんです。 The magic of the summer love. Al Jardine さんです。Brian Wilson, Bruce Johnston, and Mike Love. え、皆様もお暑い中、今日はどうもありがとうございました。改めまして、あさって8月16日に幕張 QVC マリンフィールド、そして17日金曜日に大阪市中央体育館、名古屋で8月19日日曜日に日本外資ホールでビーチボーイズの公演が行われます。そして先ほどご質問にもありましたが、先週発表となりましたが、新たなベスト版9月